歌手沢田研二のデビューは昭和42年のことである。グループサウンズブームの担い手ザ・タイガースの一員として彼は華々しくデビューを飾った。以後12年間彼はジュリーの愛称でヤングの人気を集め、たくさんのヒット曲を残してきた。要するに沢田研二の12年は全て彼のヒット曲に綴られているとも言えよう。そこでそんなヒット曲をここで振り返りながら、ジュリー自身にこの12年の履歴を簡単にたどってもらおう。僕がマリーと会ったのは、ずいぶん可愛いっていうか澄んだ、声ですけれども、これがタイガースのデビュー曲でして、ちょうどその当時烏山にタイガースの仲間と合宿しておりまして、このレコードが発売になった日に烏山の駅前のレコード店へ行って、自分で自分のレコードを買ったことを今思い出しています。その後タイガースは解散して、で今流れている花太陽雨、これはピックというグループを作った時の、デビュー曲です。ピックのデビュー曲。この頃いろんな人たちと会ったり話をしたり、また時間的にも早い話が暇でしたから、いろんなことをする暇がありました。今日のためのというか、いろんなことを蓄えた時期だったと思います。そして、ソロとしてレコードを出して、2枚目の曲がこの許されない愛でした。この曲がヒットしたことによって、なんとかソロシンガーらしくなったというか、でもこの頃は歌の内容もそうでしたけど、なんとなくこうちょっと背伸びをしてたというか、大人っぽく大人っぽく、わざと背伸びしてしてたなっていう、そんな感じがしてます。そして、この危険な2人で第4回の日本歌謡大賞をいただきました。歌謡界に燦然と輝く名曲でございます。そして、時の過ぎゆくままに、この曲では、テレビドラマ、連続テレビドラマに初めての主演で、三億円事件の犯人でした。なんかそれ以来ドラマに出ますと必ず犯人役というような感じが、昨今ありますけど、またなんか面白いものがあればやってみたいなと思ったりしています。そして、この勝手に仕上がれ、去年第8回日本歌謡大賞、2度目の歌謡大賞受賞でした。一度いただいてるんで、ないんじゃないかなと思ってましたし、でもまたやっぱりいただけるといいなとは思ってました。でもらった瞬間、なんかもういろんな思いがもう溢れ出たという感じで、涙の武道館でした。